生物から放出される生体エネルギーや様々なパルスをサーチして人を探したり、その人の精神状態を判別したりするものなんですが、もしかしたら愛ちゃんのお兄さんが連れ去った何者かの居場所を探し出せるかもしれません。そいつはいいや。お前本当に天才かもな。早速やってみてくれ。かもなじゃなくて、多分天才です。じゃあ早速やってみましょう。またあの数式だ。なんだって？今度は 1×1 は2。 1×1 は 2？ あれはなんか引っかかるで。それそうですね、 1×1 は。ちょっとあんたたち、何ブツブツ言ってるの。愛がなんとか歩けそうなのよ。そろそろここを離れましょう。ちょっと待てよ、今二人で謎解きをしてるんだ。マリアさん、この土の盛り上がり何でしょう。まるで意図的に固められたように盛り上がっていますわ。よく見るとこの広場全体に形が。レミカ、どうしたのよ。皆さん、塚の周りの地面をよくご覧になってください。塚の周り？俺の見た天井の傷とそっくりだ。気がつかなかった、こんな印があるなんて。これは五芒星の一種のようです。しかも5つの三角形の上に逆さの三角が重ねて描かれている。レミカ、この形にはどういう意味があるんだ。深夜さんのノートに描かれていたのはこの重ねられた逆三角形だったのです。これらはもともと描かれていた星の力を覆す象徴として書き加えられたもののようですわ。そうだったの？でも一体誰が。わかりません。でも私たちがここに来たことはどうやら偶然ではなさそうです。私たちにもう一つの現実を見せつけ、深夜さんからセクンダリーを奪い取り、そして愛ちゃんの心の傷を利用して私たちをここに招き入れた。おそらく同じ者たちが関係していますわ。同じ者たち？どうして複数だってわかるの？今私たちの近くで徐々に増大している何人かの気を感じます。そして彼らは通常の気を持ったものではありません。なんだって、そいつらが敵なのか。はい、おそらくこの場所は異常なまでの怒りや憎しみによって強力な磁場を形成しています。彼らはその力を利用して実体化しているようですわ。そいつらって何者なの。愛のお兄さんを連れ去った奴らなの？いいえ、この塚一帯は古くからの特別な場所なのでしょう。幼いハルカさんを連れ去ったのは塚に封印されている魔人の類だと思いますが、太古から土地の守り神としてここに祀られており、この場所に人間が立ち入ることは禁じられているはずです。ですが何も知らない子供たちがここに足を踏み入れてしまう。この場所か。でもその魔人とやらの力さえも及ばない何者かが今現れようとしているわけね。これ以上のことは私にも推測できませんが。なんだか嫌な気配がしてきたぜ。
奴らの正体を暴いてやろうじゃねえか。みんな怖い顔してどうしたの？アイ、私のそばを離れないで。約束してくれるわね。いい？でもなんか変な感じ。僕、一連の変な数式の謎が解けました。なんですって？ほら、この魔法陣に5つの逆三角形が書き加えられてますよね。で、レミカさんはこれがもともと書かれていた星の力を覆す象徴だって。そうか、5つが2つに分かれて10。それにさっきの 1×1 は2も合わせて考えると。おい、まさかこの三角形は俺たち5人のことじゃ。アンバッシュダ殺はダラバッシュドカン。アイ、しっかり捕まってるのよ。レリカ、すぐだ。結界を待てか。奴ら、どこにいるんだ。どこにも姿は見えないわ。現れていますわ。どこだ。さすがに鋭いですわね、レミカ。誰？お前は。私たちですわ。その通りですわよ、シンヤさん。感動のご対面というわけですよね。シンヤさん、ご自慢のセクンダディでこの結界を断ち切れますか？何？その手にあるのはセクンダディなのか。よーし、五人の友よ、待っていたぜ。こんなに早く会えるなんて思っても見なかったわ。なんだこいつら、カラキシはどうじゃ。どう見ても僕の方が頭良さそうでしょ。もうあなた方が存在する必要はなくなりました。なぜならこの私たちが世界を支配する。何寝言言ってんだよ。それにてめえ、セクンダディは俺のものだ。とっとと返しやがれ。あんたたち本当は何者？正体を見せなさいよ。あらあら、そんなにたくさん質問しないでくれる？鬱陶しいわ。なんですって。
ちは倒せませんわ。あなた方には感情があります。感情があるのが当たり前だろうが、てめえら一体何者なんだ。私たちは人間よ。正真正銘の人間なのよ。あなたたちは人間じゃない。人間であるはずがない。君、僕と同じ IQ なのか。失礼しちゃうよ。あなた方、そろそろ真実を述べられてはいかがですの。あなた方が生まれたそのわけ。生まれた理由、レニカ、それどういう意味。マリア、あんまり喋るな。お前、体中やられちまってるぜ。構わないわ。ねえ、どういう意味なのよ。マリアさん、無理しちゃダメです。そちらのマリアさんは随分ダメージをお受けになられたようですわね。わかりました。私たちを倒すことがおできになったら教えて差し上げます。ふざけるな。こいつら俺たちを完全に舐めてやがる。まあそうカリカリするな。お楽しみはこれからだ。どうやら戦うしかないようだな。何か奴らに光の気を放出できるか。はい、今なら何とかできそうです。よし、その一瞬を狙って俺はセクンダリーを奪い返す。気を放出したらもう一度結界を張り、マリアたちを守っていってくれ。シンヤ、そんなことしたらあんたが。そうです、危険すぎますよ。奴らはただ者じゃない。そんなことは分かってる。ただ奴らを倒すにはセクンダディの力が必要なんだ。どうしてあんな奴の手にあるのかは知らないが、俺の元に戻ればセクンダディの正気を取り戻すに決まってる。ブラバヤ、ナウマリ三万だ。烈光放射。見てろ、偽野郎。今だ！しまったのか。深夜、我が勇敢なる主、深夜よ。その声はセクンダディか。深夜、私は奪われたのではない。なんだって。じゃあどうして奴も俺の偽物の手の中にあるんだ。よく聞くのだ、シン。お前たちはこれまでに各々が持つ力を使い、さまざまな事件を解決してきた。闇の力からこの世を救うべく戦ってきたお前たちの功績は称賛に値するものだ。だがしかし、お前たちはまだ未熟でもある。己の力を完全に制御できてはいないのだ。過去
お前たちがその能力を使うたびに、そのエネルギーはまるで、そう、聖杯から溢れ出し、床の穴に吸い込まれる聖水のように、ある空間へと流れ込んでいたのだ。俺たちのエネルギーが、そう、そしてそのエネルギーは、ある空間でお前たちの知らぬ間に少しずつ蓄積されていった。セグンダディ、つまりどういうことなんだ。お前たちの傍らには常に憎悪と悲しみにあふれた空間が存在していた。そしてその空間が時空を超えて流れ込んできたお前たちのエネルギーを、まるで触媒のように育み、増幅させていったのだ。お前たちそのものともいえるエネルギー体が、その空間ってのはまさか。そうだ、お前の仲間、慈愛と無慈悲を合わせ持ちながらも純真なる魂の持ち主、愛の心の中に残る傷、幼き記憶の空間だ。そしてその象徴こそが、あの塚のある場所なのだよ。そうした空間で増幅されたお前たちのエネルギーは、冷酷な闇の力にとらわれ、ねじ曲がり、成長を遂げていったのだ。それがあの5人ってことなのか。あの5人にお前たちそのもの、いや、お前たちよりも数倍の力を持つ恐るべき者たちだ。あの者どもの心には破壊と殺戮のほか何もない。ひとたびあの者どもがお前たちの世界に現れてしまえば、そこには地獄しか存在しえない。私がお前たちに見せたもう一つの現実のようよ。あの光景はお前からのメッセージだったのか。私はこの忌まわしき事態を憂慮し、自らお前の元を去った。そしてもう一人のお前が求めるまま、その支柱に収まったふりをしていたのだ。あの者どもをあの場所に留めておくためにも。だがもう一人の深夜は思いのほか強力な力で私の能力を封じてしまった。私はお前たちに天井の傷やおぞましい光景を見せる以外、このことを知らせる術がなかったのだ。私の大きな誤算であった。そうか、そうだったのか。セグンダディ、再び俺の手に戻って来られるか。うん、その時を待っていたぞ、我が主。なんだか懐かしいぜ、セグンダディ。よいか、シーヤ。ここは私が作り出した時の狭間の世界だ。これ以上ここを維持することは不可能だ。もう限界が迫っている。私の合図で元の時間軸に戻ったら、遥かと共にあの者どもを打ち倒すのだ。
はるか？でもあいつはすでに消えて、アイちゃんに戻ってるんだ。いや、それは違う。私がはるかを愛に戻したのだ。彼一人では力不足なのでな。今この瞬間、はるかは再び舞い戻り、お前の突進する姿を見守ることになる。わかったぜ。しかし、はるかと協力して攻撃できたとしても、一体奴らに弱点なんてあるのか？真意、考えてはならない。感じ取るのだ。はるかの念動力と、私の持つ四大元素の力を結合させ、お前の秘めたる力を解放せよ。真意、全力で戦い抜くのだ。正しき者に、おのずと道は開ける。いつでもいいぜ、セグナディ。ではこれより、時の流れに戻るぞ。心してかかれ。待たせたな、偽野郎ども。待ってたぜ、深夜。この俺もな。俺もセクンダリーの声を聞いた。パートナーがお前ってのは頼りねえな。今はやるしかないよな、深ちゃん。あの。